ます。Huh?
いつかまた来るとは思ったが、こうも早いとは。待ってたってこと？ああ、そうだ。待ち焦がれていた。レフガト様の魔力を受け継いだ者よ。レフガト様が来られたのなら、この上なく喜びたいところだが、あの方の代理ならお断りだ。消えてくれ。
でも私、本当はレフ型のこと、よくわからないの。そうか。何にもわからない状態で作られ、何にもわからないまま。あなたの魔力を受け継ぐべきものは、あなたの意志を継ぐべきものは、このレイモンドだ。このレイモンドは、自分だけのために生きているあの器とは違うのです。なぜ、すべてを捧げたこのレイモンドには何にも与えず、ただ、ただ、あなたの世界にして差し上げたくて、あなたを追い出した人間どもの存在を消し去り、あな、あの時の、自分だけのために生きるものなら、他の誰でもない、お前のことだ。またお説教。お前にはもうゴリゴリだ。お前は、レフガト様の守護動物だった頃の栄光、それを取り戻したいだけだ。あの方が姿を消してからは、すべて過去のものとなった。それが気に入らないんだろう。うるせえ！主の復讐。そうじゃない。お前を惨めにさせた人間たちへの復讐だろうが。ぐるるるる。ぐるるるる。お前はどうなんだ？聖なる守護動物だった我々が、ある日突然、化け物呼ばわりされるようになって、それに、守護隊長の座からも、下ろされたお前が、お前、自分が追い出された理由は知ってるか？すべてのリザーディアンが、私と同じことを考えてたからだ。隊長なら、同族を真っ先に考えるのは当たり前だろうが。聞いただけで虫唾が走る。お前がそれを言うとは。おい、部下たちはどうした？お前、前よりもはるかに強くなったようだが、まさか共食いか？答えが見えなかった。お前に負けてから、
だが、もう終わりだ。ここまでやったのに、レフガト様の魔力を受け継いだ、あの親族には勝てないなんて。同族を。そんな目で私を見るな！お前のような祝福が、私にも受けられたなら。いや、そうじゃない。主が、姿を消さなかったら、絶対に！こんな惨めなことには、ならなかったはずだ！それが本音か。本当は、レフガト様のせいにしたい。そうだろう？私が？この、レイモンドが？兄弟よ、まだ間に合う。今、その偽りの畏敬を脱ぎ捨てるがいい。やるべきことは一つ。主の残した器に期待して待つだけだ。ぐるるるるるる。何の話？理解できないけど。嫉妬だ。お前からレフガト様の加護を感じるからな。奴は忘れたようだ。お前だけではないのだ。レフガト様の加護を受けた者は。ずっと昔に、俺とレイモンドも、同じ祝福を受けている。だが、奴は執着し続けた挙句、自分が受けた祝福のことを忘れてしまったのだ。じゃあ、器は？私のこと、そう呼んでた。言葉通りだ。意志が込められた、作り込まれた器。そして、いつかは何かで満たされるための。この言葉が伝えられたから、やはりお前で正しいようだ。洞窟の外に出て、霧の森にある真実の泉を探せ。それで、やっと見えてくるだろう。お前を待っている、次の運命が。
え
Thank you.
Thank you.
戻った。ああ、ちょうど良いところで、アドリアン様が暗闇団を落とせそうなものを見つけてきました。次はアイルディさんの番ですね。暗闇団に話をつけてみてください。話は言葉ではなく力で構いませんよ。次、暗闇団の巣窟はデルカルドの北東側にあります。ジーブ村のすぐ西側ですから、ここからは近いと思います。ああ、それと暗闇団のところに入るには、赤き暗殺団の団員が着用する赤き仮面が必要です。シューベイロードに暗殺団員たちが潜伏していると思いますので、彼らから仮面を入手してください。赤き仮面をつけていけば大丈夫です。どこまで話せばいい？そうですね、では命に支障のないほどでお願いします。うん、わかった。空間移動の魔法陣の痕跡がある。でも私には読めない模様だね。おかしいね。この辺で親族のオーラを感じるけど。あの時の狐、おいで、素材にしてあげる。親族。へえ、このフィリア様のこと気づいたんだ。まだそう呼んでるんだ。あたしは魔女と呼ばれる方がいいの。だって好きなだけいじめられるんだもん。信じられない！この森で私より強いものがいたなんて。どうしてここにいるの？え？この森にいる理由が聞きたい？そんなの聞いてどうするの？他の親族、
あんまり会ったことないから、同じ存在に会うたびに不思議な気分。でも、あなたは違うみたい。同じ親族なのに攻撃して。ごめんなさい。だって私、敵しか見たことないんだもの。だからつい。うん、わかる。と見せかけて狙い撃ち！怒るよ。あはん、もう怒ってるでしょ。これでわかったよね。自分以外は信じちゃダメだってこと。さあ、今回のお客さんはどんなものをお持ちで？どれどれ？へえ、高そうな剣。剣はよくわからないけど、高く売れそうだね。ほう、これは？アドリアンからもらったもの。どうやって釣るを？この子、かなり危ない。ちょっと、ずるいよそれ！空間移動中には、勇士たちも手出さないっていうのに！返して！ちょっと、傷だらけの装身具ぐらいでそんなに怒ることないじゃん！あなたが人のものに手出すからだよ。人の森に勝手に入ったのはそっちでしょ？主のいる森だって知らなかったから。ごめん。何よ、あんなに怒ってたくせに。急に落ち着いちゃって面白くないっつうの。怒ってた方がいい？それはおかしくない？頼まれて怒ったらさ。はぁ、ちょっとは楽しめると思ったのに。でも少しは楽しかった。勇士たちと遊ぶのも飽きてたからね。勇士、怖くない？私よりも弱い奴らなんだよ。勇士なんか怖がってどうするの？怖がりのくせに、あんなに怒っちゃって。あの装身具、めちゃめちゃ高いとか？違う。大切なものなの。アドリアンにもらったから。え？男にもらったってこと？うん。そうだけど。魔女のくせに恋愛なんて！まさか。あのアドリアンって人間なの？うん。に、かっこいい勇士でも拉致って彼氏にしたくなってきた。精神支配の魔法も研究中だし、そんなに難しくないと思うけど。じゃあ、この森を出ればいい。私がアドリアンに会えたのも、霧の森を出たからだよ。いやだ。ここはお父さんの命で作られた森だから。町から追い出された後、勇士たちがここまで押し寄せてきたんだ。お父さんは勇士たちと戦ったけど、結局は倒れてしまって、私以外全て食い尽くすように。だから呪われた森だなんて呼ばれるけど、私にとってはこの世で一番暖かい森だから。この森は私のことを守ろうとするお父さんの心そのもの。だから勇士がここに来るたびに楽しくなっちゃうんだ。奴らが食われる時の悲鳴を聞くと、少しはお父さんの復讐ができたって思える。本当は他人
君にこういう話したくないんだけど。私のことを攻撃したのは？別に理由なんてないよ。ただ生き残るために必要なものを奪おうとしただけ。私、お父さんの分までちゃんと生き残るよ。それが。そうだったんだ。でも誰にでも攻撃するのは良くないと思う。魔女がそんなの気にしてどうすんのよ。まあ、そっちは私より強いからもう攻撃はしないけど。あなたより弱くても同じ。あの時森がこうなったのもあなたが弱かったからだよ。それとも勇士たちみたいになりたい？言ったでしょ、そんなの私に関係ないって。はあ、いっぱい喋ったらお腹空いちゃった。リンゴ食べる？リンゴに邪悪な魔力がいっぱい。ち、呪いじゃなくて毒でも仕込めばよかった。勇士たちはみんな騙されてたけどな。もう帰る。あなたといるの危ない。ああ、冗談だよ。もう少し遊んでって。嫌だ。ああ、待って。どうやってパディの目を避けたのか知らないけど、2回もバレないなんてありえないから。パディ？うん、お父さんが亡くなる前全ての魔力を注いでおいたキノコと、私のお父さんみたいな存在なんだから。パディは勇士に魔物、動物や人間まで全部食べちゃうんだ。でら、それ私が倒したよ。何言ってんの、倒せるわけ。魔力まだたくさん残ってる。心配しなくていいよ。パディを倒せたなんて初めて見た。こんな恐ろしい子が私の森に来たなんて。でも危ないって何の話？このオーラ、パディ、黒い魔力の石を食べ過ぎたみたい。言ったよね、パディは勇士を食うって。勇士たち、魔力探知機を持ち歩くから、それに入ってたんだと思う。本当だ。これ、お父さんの魔力じゃない。長い間、少しずつ変わってきたから気がつかなかった。すぐ燃やすね。何言ってんの？これ、私のお父さんだよ！でも。あんた、やっぱり危ない。早くここから出てって！うん。本当に危ないんだけど。
はっ。